出発。みんなで頑張ろう。はあ、疲れた。ふん。次はどこに行くよ。させてもらうぜ。
何度でも倒してみせる。力を合わせて乗り切るんだ。くれた？うん、セナかっこよかったよ。見るからに強敵って感じだね。力を合わせて乗り切るんだ。いい喧嘩ができそうだぜ。見込み通り。ストライク。みんなと息が合ってきた証拠だ。そうだろ、太陽。
何度でも倒してみせる。かなり強そうなやつだ。背中は見せられない。戦うよみんな。危ないない戦いぶりだったよセナ。ふふん、私の力見せられたみたいだね。何度でも倒してみせる。風格がある。力を合わせて乗り切るんだ。やっつける。まずは一発。挨拶があるだ。俺がいい戦いをね。ハイドスパイクロールシールド。ソードエポート。ハーマーヒッター。物足りねえな。おいノア、ランツが強い敵とやりてえってよ。何度でも倒してみせる。力を合わせて乗り切るんだ。俺がエリア余裕だぜ。危ないない戦いぶりだったよセナ。ふふん、私の力見せられた。
なんだ。お腹が空いたかも。相談なんだけど。みんなの情報を整理しよっか。話したいことがあって。話したいことがあって。
みんな、疲れは取れたか？何を買おうか。そういう間柄なんだ。
間柄なんだ。何度でも倒してみせる。かなり強そうな奴がいる。背中は見せられない。そよ、みんな、バンダン、大きいぞ。余裕、余裕。私にかかればこんなもんだ。まったく、フォローする身にもなってほしいな。そういう間柄なんだ。
もんだ。ラン！ようやく探し物を見つけたな。Thank you.
気を抜かずに畳みかけるよ。力を合わせて乗り切るんだ。すぐに終わらせよう。これで丸子もう一度乗り切るぞ。なるほど、本日の検索するいい動きだ。それでどう。どうだ。まだまだ嘘を言わせない。いや、逃走していこう。高まってきた。とどめの一撃。
っと褒めてくれよな。ういういしくもたくましいですね、ミューの皆さんは。おう、マシロたちはああ見えて根性あるぜ。忘れちゃんと覚えたぜ。書き留めておこうかな。少しお腹が空いたかも。みんなの情報を整理しよっか。
話したいことがあって。話したいことがあって。
そういう間柄なんだ。渡すものはあれだよね。少しは参考になっていると思うが。バッチリです。タイヨンさん、ありがとうございます。集中してんな。それよっと。綾瀬ちゃん、元気出たみたいだね。うん、話せてよかった。乗り切るんだ。よし、気を抜かずに行こう。ランラン、手伝ってくれてありがとう。お前、それでかい声で呼ぶなって。こっちを向きなさい。もう一暴れ。
作戦はどうだ。任せろ。まずは俺が。地面から出てきたと思ったら何か落としたな。な、それ。カルボン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 
これからもこの調子で行こう。やっと見つかったな。友達がくれたものって特別だから。
んか。へえ、そういう間柄なんだ。ちょっと、いちかの花の件なんだけど、なんで種を植えないのか聞かれることが増えてきてさ。お前が辛そうだからってことで先送りにしてきたけど、どうする？ん？そうだよね。俺は無理しなくていいと思う。気持ちの整理がついてないなら。タロチンとシロちゃん最近仲いいね。二人だけで話してること増えたかも。気のせいじゃね。声裏返ってる。怪しい。うっ、本当に気のせいだよ。私はうちらと距離できたよ、いちかが死んでから。ああ、いや、でもぶっちゃけみんなも気になってたよね。それはそうだけど、いちかが死んだのはうちらだって悲しいよ。でもそんな風に落ち込んでたら。落ち込んでなんか。じゃあなんでいちかの話しなくなったの？わざとしないようにしてるよね。おい、もういいだろ。よくないよ。っていうか、なんでタロスケが出てくんの？そうだよ、うちらはシロちゃんと話してるのに。タロちゃんのターキン。なんで？イチカのことだけじゃない、これからのコロニーのことだってそう。話したいこといっぱいあるよ。でもマシロはずっと何か考えてて。僕たちにも言えないことなの？ごめん。真っ白が何考えてるか全然わかんないよ。ちょっ、気にすんなよ、うまくフォローしとくからさ。いいのかよ、これで。知ったらみんなもっと傷つく。そしたらコロニーミューがバラバラになっちゃう。でもそれじゃあマシロちゃんがずっと辛いよ。いちかちゃんの花のこと考えなきゃ。ちょっと花畑に行ってるね。大丈夫かな。仲間を守るためにした選択がかえって仲間を遠ざける。これではあまりに報われない。このままになんかしないだろ。当然だ、あいつ大事なこと忘れてるっぽいしな。花畑に行こうぜ。そういう間柄なんだ。みんなといたくて変わろうって決めたのに。苦しいなんて思う自分が嫌だ。成長しない自分が嫌だ。会いたいなんて思う自分が嫌だよ。いちかちゃん、
おい、お団子ターキン。私？他にいねえだろ。仲間も自分も傷つけて見て見ぬふりしちまってるバカはよ、らしくねえぞ。新しいコロニーミュー作るんだろ。私だってこのままでいいなんて思ってない。でも怖いの。何が正しいか分からなくて、大切なこと間違えそうで怖い。俺たちがいてもか。一人じゃ分かんねえことはみんなで考えりゃいいだろ。同感だが、君が言うといまいち心もとない。おい、私も怖い気持ち分かるよ。だからマジロちゃんと一緒に悩みたい。せいちゃん、マナナにもお手伝いできることないですもん。マナリン、一人で悩んでんじゃねえよ。次俺たちのことは。かわいいですもん。マナナも呼ばれたいですもん。お前な、ありがとう。あのね、いちかちゃんのお花のことなんだけど。いちかさんのお花は植えちゃダメ。もぐーちゃん、代わりにこれを埋めるも、いちかさんに頼まれたも。え、これは多分鍵だと思うも。かなり古いけども。鍵？何のだろう。そういやあいつたまにどっか出かけてるとか言ってなかったか。もしかしてそこに関係あるのかも。ぐーちゃん、他に何か聞いてない？ごめんなさいも、いちかさんは秘密が多かったも。手がかりがなければこちらから情報を取りに行くしかない。可能性があるならエルティア中継基地だろう。彼女はここ一帯を統治していたはず。何かしら痕跡が見つかるかもしれない。目印でも残してくれてるってか。あったとしても当時は偽装していたはずだ。だが今は能力の効果は切れてる。見えなかったものが見えるかも。心当たりがなくても行くべきも。真っ白が知らないイチカの足取りたどれるかもしれないもん。珍しく親切じゃねえか。パワーアシストもう調整してやらないもん。なあ、なんでそうなる。よかった、笑ってくれた。エルティア中継基地調べてみよう。うん、前みたいに集積情報管理ルームの端末からそれらしい情報を探そう。へえ、そういう間柄なんだ。ここに何があるんだろう。行ってみてのお楽しみだな。あっちはやる気みたいだな。俺が引きつける。ノアに負けてられないね。アンブレイカブルハート。え、どうだ。これこっち見て。クイックドロー。どうよこの攻撃の際。もっと見せてくれ。ワイドスレッドカルスロースイートアンブレイカブルハート。この攻撃のさえ。
手だったか。私の力見せられたみたいだね。奴らは中だ。畳み込め。どんどん集まってくる。足止めして端末を調べるも。だな、頼めるか。リコが調べるも。それが一番時間を稼げる。得意じゃないも。大丈夫ですも。バナナもいるですも。余計心配になってきたも。二人なら大丈夫。ナナリンは本番に強いし、リックンは冷静な判断ができる。苦手なことだって仲間と一緒ならできるよ。来やがった。ここは絶対通さない。こっちを見て。ミオ、俺が引きつける。開けたもん。アグヌスの広域地図、軍事基地の情報だね。おい、こっからどうやってイチカの行きそうな場所を割り出すんだよ。文句言うな。もう他の情報は閲覧できないようになってたもん。多分前よりロックが厳しくなってるですもん。マジか。それじゃあ、いや待て、ここ地図上では軍事拠点となっているが。
え？そこには何もなかったはず。地図が間違ってるですもん。うん、管理システムが機能してる。ここ何かある。行ってみよう、マシロちゃん。ここが秘密基地ですもん。これいちかちゃんの個人データ。こっちは別の人の。偽装に使う設定かもしれない。おそらくこうしてどんな人物になるかを決めていたんだろう。ケベスと取引するのに姿を変える必要もあったのかもな。こっちは収穫の対象者リスト。ケベスの分もある。彼女はきっとケベスの執政官でもあったんだ。姿を消す期間があったのはケベスの執政官として動いていたから。マシロちゃん大丈夫？分かってたはずなのにな。どうして苦しいんだろう。辛いよね。何も知らなかった自分が何度も切り刻まれてくみたい。それでもマシロちゃんは本当のことを知ろうって決めた。違う？違わない。苦しくても忘れない。そう決めたんだ、あの時。それに決めんのはまだ早いだろ。鍵使ってないですもん。しっかりするもん。見えてるものが全てじゃないってマシロは学んだはずもん。うん、ありがとうリック。
貝殻とガラスか？それにアクセサリー？私が誕生日にあげたの。貝殻はお揃いで拾った時ので、こっちはみんなで作ったお守り。綺麗にしまってある。大事にしてたんだ。閉じ込めようとしたんだね、自分の気持ち。こいつはこういうやつだって決められたら楽だよな。けどそれじゃ大事なもんを見失っちまう。想像と虚像は見分けにくいんだ。だから迷って決めつけたくなる。大事なもの見つかった？生き抜こうって最後に伝えてくれたんだ。あの約束は今も私の中で生きてる。守れそうですもん。うん、やっと分かったよ、いちかちゃん。ここはこのままにしとくのか？うん、話すより見てもらった方がみんなに伝わると思う。話すのか、ミュウの仲間に。受け止めきれない子もいると思う。だけど新しいコロニーミュウは見たくないものにも向き合うことから始めなきゃダメなんだ。この苦しみを乗り越えないと本当の意味で変われない。それをいちかちゃんが教えてくれた。ましろちゃん、大丈夫だよ、せいちゃん。いちかちゃんはもういないけど、残していってくれたものがたくさんある。コロニーもみんなも一生懸命守っていくよ。戻ろう、みんなのところに。へえ、そういう間柄なんだ。みんなも聞いてほしい話があるんだ。不安にさせてごめん。話すかどうかずっと迷ってた。いちかちゃんのこと。何があったの？真っ白の様子がおかしいのはいちかが死んだせいだと思ってた。それだけじゃないんだね。うん、私に勇気がなかった。みんなが傷つくの見たくなくて、見たいものだけ見ようとした。それがもっとみんなを傷つけたと思う。待って、どういうこと？シロちゃんは何も悪くないよ。間違えたのはいちかちゃんだけじゃないの。それにやっと気づけたから、もう一度私もゼロから頑張りたい。その話をさせてほしいです。
ダメな軍務長で。ごめん。そんなことない。一人で戦わせて、乗り越えさせて、ごめん。長くなっちゃうけど、聞いてくれる？もちろん。シロちゃん、一緒に背負うから。全部聞くよ、みんなで。あいつ、勇気あるよな。泣き虫のくせにさ。間違えるのが怖いって気持ち、乗り越えたのかな。な簡単にはいかねえだろ。けど、もし間違えても、それがきっかけで本当に間違えたくなかったもんがわかる。そう思うことにしたぜ、俺は。私たちも頑張らなきゃね。ああ。へえ、そういう間。何度でも倒してみせる。風格が。力を合わせて乗り切るんだ。うん、やってやるぞ。これから。
戦はどうだ。先陣を切る。
僕が先陣を切る。でなんと出してやったぜ。滑っていけるんじゃないか。それ。何度でも
倒してみせる。一雨来そうだな。強そうなやつじゃねえか。は見せられない。戦うよみんな。バンタン大きいだろ。ファルコンパワーアルどうだ。うわ、危なげない戦いぶりだったよセナ。私の力見せられたみたいだね。気を抜かずに畳みかけるよ。見るからに力を合わせて感じだね。乗り切るんだ。全力でサポートします。ハッチ ID ゴールシビルのハッチだ。ミノスパイク受けてきた。ハワーヒットストライク。うわー、フォローする身にもな。ってほしいな。気を抜かずに畳みかけるよ。背中は見せられない。戦うよ。合わせるんだぜ。
少しお腹が空いたかも。強くなった実感があるよ。みなぎってきた。さあ、次の目的地を目指そう。これから中央大会に入るも、ノア、欺瞞装置を作動させてくれも。了解。欺瞞状態良好、問題なしだ。本当に大丈夫かな。近づいた途端迎撃されたりとかしない？私の存在が足を引っ張ってないといいけど。そん時はそん時も、ま、小さいから滅多なことじゃ弾当たらないと思うもん。リーク、お前また適当なことを。万が一ん時はこっちに注意を引きつける。ま、大船に乗ったつもりでいろ。船結構小さいんだけど。ここまで来たんだ、なるようになれでいいんじゃねえか。まったく、君ってやつは。んじゃあ行くも、エンジン全開。ちょっと落ちるけど、しっかり捕まっとくも。え、落ちる？もももん、聞いてないです。もも、
れたよ。海だけじゃないもん。渦の向こう側に何かいる。渦の向こうにたくさんのメビウスを感じるわ。あれがオリジン。あの影がオリジンだってのか。あんなバカでかいのが。ゆえにキャッスルの10倍はある。全ての始まりの場所、オリジン。あそこにケレスの女王が。なぜ流れに身を任せる。永遠の今は我らの目の前。抗う者たちを浄化し、再びメビウスの中へ。何考えてんだ。私たちに解放されていないコロニーも含まれてる。手当たり次第か。まだ味方だろ。おかしいじゃないか。無事か、モニカさん。なんとかな。一機落とされちまったが、そっちは。こちらは大丈夫だ。しかし、まさか自軍もろともとは。殲滅対象は我々だけだと思っていた。ああ、これじゃ世界そのものを焼いてんのと変わんねえぜ。命なんだろ、奴らの。オリジンがある限り、命はいくらでも再生できる。彼らはこれすらも糧としているのかも。最後の命の光を楽しむために。最後の命の光。その光がついえたら最初から始めるつもりなのよ、私たちのいない世界で。発想が狂ってるぜ。見てくださいも。無謀すぎる。逃げて。悲劇が永遠の今を存続させるため、避けることのできない悲劇なのだ。だが嘆くことはない。命は繰り返す。お前たちは再び誕生するのだから。
いい気になりやがって。徹底的に僕らを殺し尽くすつもりらしいな。もしかしたら彼らに殺すという概念はないのかもしれない。何？ごく当たり前の行動、それこそ息を吸って吐く程度の。だからといって認めるつもりはないんだろ？もちろん。それでいい、ゴンド。ならやることは一つだな。おとりはこっちで引き受ける。だから行け、ノア。行って道を作ってくれ。この世界の未来へと続く道を。ゴンド、分かった。あの渦に突入するまで援護を頼む。リク、ソーダをこっちに。分かったもん。エンジンの調子は大丈夫もん。さっきの攻撃で計器のいくつかがいかれたけど、エンジンそのものは絶好調もん。よし、一気に突っ込むぞ。みんな捕まれ。振り落とされるなよ。まるで鉄巨神だな。原初の鉄巨神。原初の鉄巨神。もしかしたら全ての鉄巨神はこれが元になっているのかもしれない。
ここがオリジンの内部か。全てが機械でできていやがる。わずかだが黒い霧も出ているな。この金属、ノアの剣と同じ？確かに同じ金属だ。ミオ、こん中のことは？わからない。転移するのはいつも薄暗い広い部屋の中。多分 Z によってそう定められていたんだと思う。じゃあ手探り足探りか。メビウスたちの気配は感じないか？それが変なの。すぐそばにいるようでもあるし、遠くにいるようでもある。まるでそこら中にいるかのように感じるの。まあ敵の本拠地だからな、無理もないか。もしかしたらこの場所、床も壁も天井も全部がメビウスなのかもしれない。メビウスか？いや、いつもと伝わり方が違う。この感じ、まるで呼ばれているみたいだ。もしかしてケベスの女王様？多分。場所は分かりそう？行くか、ノア。ああ、進もう。そのために来たんだからな。地形情報を更新した。次はどこに行くよ？記録しておかないと。